ゲリラ情報。こういうの聞こえてるってことかな。そう、本当にみんな答えて。聞こえない。嘘でしょ。音量マックスにしたらギリやばいじゃん。ダメですね。ダメです。どうしたらいいの？私が大きくしても使うの？どういうこと？聞こえないって。ちょっと今イヤホン外したんで聞こえると思うんですけど、はい、ということですが、聞こえますかね。多分イヤホン外したら聞こえるんですよ。だけど違う、イヤホンを今つけ直してみたんですけど、また小さくなったら途中ダメだ。ダメこりゃ。小声じゃないよ。そんなしなくて。じゃあ。さよなら。いや、なんか、カラオケ配信をね、したいというか、しよう、次に参加するイベントが、そう、歌う感じのやつに参加しようと思ったので、イヤホンをね、買ったんです。マイク付きの。なんですけど、聞こえないみたいなので、カラオケ配信ね、これできないですね、これ。声が聞こえるかの、あれです。じゃあ、あれです。声は聞こえますでしょうか。違う、あ、今日は歌うつもりはないです。すいません。あ、カラオケにしたら聞こえる。なんか上位にあった曲をただ単に選んだだけ、特に意味はないです。コウタ、クマ、ありがとう。コウタ、カベルネさん、キューピとクマさん、ありがとう。聞こえるだって。じゃあちょっと止めてみる。止めました。どうですか。あ、歌えません今日は。
めたら聞こえない？もうこのイヤホンダメじゃん。ねえ。どうしよう。買い直すか。このまま行くか。来週。あ、いっぱいアイスありがとう。アイスだ。アイス、売れてる。でも結構マイクに、口にマイク近づくと喋ってるので。カラオケしたのが聞こえるみたいな。意味わからん状況に陥っている。音量マックスが聞こえる。イヤホン、有線イヤホンマジで使わないからさ、ちょっとね、買うのもったいないんだよね。音量変更の手続きは終わった。どういうこと？うるさい。私の耳にもうるさい。もう本当にムカつく。なんでこれ、マイク付きイヤホンじゃないじゃん、こんな。なんが流れるとひなちゃんの声が聞こえるということだから、まあカラオケ配信には使えるということですか？大丈夫？そういうことで大丈夫ですかね？ドンキになるので案外使えてます。そうなの？タイプ C ですよ。私15iPhone15 になっちゃったからタイプ C になっちゃって、イヤホンがお家にあるやつが使えなくなったので、新しく買ったんですよ、これを。でもなんかあんまり良くないみたい。でカラオケ配信がでは使えるなら、じゃあこのまま行きますけど大丈夫そうですか？私お金払いたくない。ケチ、めっちゃケチ。まあ使えるならいいかなみたいな。カラオケするときしかこのように使わないし、じゃあこのままイベント期間突入しちゃうからね。するときはこれを使って、普通に喋るときはいちいち一回一回イヤホンを取ることにするね。高間さん、なんかプレゼント、本日のプレゼントありがとう。
カラオケの時エコーかかん、え、設定があるんだよ。エコーかけてあげようか。エコーかかりました？エコーわーかけられる。かけない方がすぎる。ケチ、そう、私ケチですよ。だんだんね、年を重ねるごとにケチになってきて、あ、やばい、カラオケ終わっちゃった。はい、まあそういうことで、そういうことでした。アイスとかありがとう、チョコミントとバニラといちごのアイスありがとう。皆様、夜遅くに来てくれてありがとう。え、じゃん、え、7月初めて？違うよね。え、配信すっごい聞こえるようになった。あの、イヤホン外したので聞こえますよ。イヤホンを外したからです。ゲリララジオ配信、まあでもそろそろ終わります。そう、明日配信します。そうだ、これ言わないといけなかった。明日配信します、顔出し配信。あの、対バンが結構早めの時間なので、終わって配信、明日何時からするのか分かんないけど X で告知します。明日は普通に配信するので、ぜひ見に来てね。流れ星、チョコミントアイスありがとう、ハートもありがとう。あ、4日に配信してたみたい。そうだったね。ではまた明日、明日来る方は待ってるよ。あ、あとね、マーキー祭りの本祭に8月22日に出演させていただくことになったので、もう超超重要ライブになりますので、ぜひもしね、できたらお時間を私たちにください。平日なんですけど、そうですね、社会人の方は平日か、学生の方は多分夏休みかなって思うんだけど、平日ではあるか。なのでぜひ、なので厳しい方ももちろんいると思うんですけども、お待ちしてます。入場特典もそれに、重要ライブに伴い超豪華になってますので、ぜひぜひというか絶対来てほしい。一番ね、近い超重要ライブは8月22日、そしてそこでね、新曲がね、初披露みたいなんですけど、ちょっとね、ちょっと楽しみにしててください。私たちもね、まだどんな感じの振り付けになるか分かってないんですけど、曲はねもう知ってるんですけど、なんかすごい楽しみにしててね。本当に本当にね、今までとはちょっと違うかもしれない。楽しみ、どんな振り付けになるか楽しみです。木曜日巻き祭りは、本祭はね木曜日にやってて、ミニが土曜日にやってるんですよ、巻き祭りって。そう、ハートアイスありがとう。
そんな感じで終わります。そう、初めてのオーウェストです。どんな会場なのか行ったこともないので、行ったこと、見に行ったこともないので、ワクワクですね。じゃあそんな感じで、明日配信するので、ぜひ待ってます。バイバーイ 急にバイバーイとか言って 急すぎん？アイスありがとう。すごい。バイバーイ。夜遅くにありがとう。じゃあランキング5位の方から呼ぼうと。5位ナリック、4位カベルネさん、3位高政、2位コータ、1位グリーンリバー。ありがとうございました。明日11時35分から渋谷の会場で 待ってます。おやすみ。